どうも、爬虫類マスです。どうも、爬虫類カトレアです。はい、ということで今回は爬虫類飼育者のお家を訪問して撮影してみようっていうシリーズの、第3回目となるんですけども、今回は僕の友人でもある、カトレアさんのお家に来ております。はい、ということで、ね、早速撮影していきたいんですけども、何かカトレアさんからこう伝えておきたいこととかありますか？まあ、あんま珍しい種類とかいないかもしれないですけど、ぜひ見てやってください。まあね、あの実際こうサンビームヘビとかもう光り輝くヘビとかいるんで、皆さんね楽しみにしていてください。ということで早速やっていきましょう。はい、ということで早速ね紹介していただきたいんですけども、この子は何ていう種類のトカゲですか？これはもうメジャーな双子ヒゲトカゲっていうやつですね。ウォルフとかは決まってます？ウォルフはちょっとはっきり覚えてないんですけど、レッド系で飼って、もうこのベビーの頃から赤が出てて、めちゃくちゃ赤いですよね。そうですね。でもうそれで最初は飼う気なかったんですけど、はい、結構僕メジャーな種類とかあんま飼わないんですけど、はい、もうその赤さに一目惚れして。いや綺麗な、多分揚げパンと同じぐらいのサイズですね。あ、ほんまですか？はい、今ちょっと揚げパンが一回り大きいかなぐらいの。あ、そうですよね。うん、綺麗。しゃくれてはいないんででもそれ揚げパンの前ではずっと言ってたんですが、なんか気にしてるんで結構。あと、あの爬虫類飼育のきっかけとかってありますか？きっかけは、まあ、最初僕熱帯魚を中学ぐらいで飼って、でもうそっからだんだん、昔から生き物が好きやったんで、まあ、そっからだんだん上陸していった感じですね。それでいうといつぐらいから飼育し始めたのか。熱帯魚はもう中3から飼ってて、はい、爬虫類飼い出したんはそっから2、3年後とかですかね。だから高校とか。飼育歴で言えばどれぐらいなんですかね？もう10年以上ですね。長いですね。こうなんかこの飼育をし続けてきてて、やっぱ周りの飼育者もいるじゃないですか、はいはいはい、この人はなんか続くなとか、この人はもうなんかすぐやめちゃいそうなっていうのあります？どうなんですかね。僕もその10年間ずっと飼ってたってわけじゃなくて、はい、一時もうほんまにやめてたというか、うん、もう増やさなくなった、うん、今いる子だけを何年も飼ってたとかいう時期もあったんですけど、やっぱそのちっちゃい頃から好きやから、まあ、なんかの拍子に再開して今もまた増えてってって感じなんで、何でしょう、小さい頃から好きなもんとかって結構、まあ、続く、そう、続くんじゃないかなと。あとは生き物嫌いな人とかね、なんか可愛いだけで飼ったりとかする人はあんまり続かないというか。なるほど。はい、これはニビイロアリの母ヘビっていう、顎らへん、あの口の奥ら辺になんか毒牙があるみたいで、まあ、結構弱いとは言われてるんですけど、ただまあ特定とかではなくて普通に飼える、毒蛇っぽい顔をしてるですよね。ちょっと三角っぽい。そうですね。 この顔がめっちゃかっこよくて飼ってしまったって感じですね、はい、これがセイムシシバナヘビですね。でモルフとかは、モルフも何も関係なく、この場合ドノーマルの普通のシシバナヘビで、結構大きいですよね。そうですね。これも 4、5 年飼ってるんですかね。で、一時餌食わへんようになってたんですけど、最近食い出してからやっぱ成長早くて。あ、これで最大じゃないんですね。そうですね。多分こんな感じで。結構でかいです。今カトレアさんの指が映ってるんですけども、だいたい指の一回り太いぐらい。そうですね。これが、当時飼った時が、カリフォルニアブラックキングスネークの名前で、で値札ついてて、そんで買ったんですけど、見た感じメキシカンブラックキングスネークじゃないかなとは思うんですけど、ちょっと分かる方いたらぜひ。でもトニオがすごいキングスネーク詳しいから、トニオに見せたらすぐ分かりそう。これがアルジェリアスキンクっていう、アホジタとかの仲間ですね。めっちゃ綺麗ですね。そうですね。もうこのオレンジが、今撮影してるのが、あ、ちょっと遮っちゃいましたね。どうぞどうぞ。
何を私が最近ね、今撮ってるのがもうハロウィンなんで。ああそうですね、ハロウィン映えしますね。そうですね、いいかもしれない。綺麗やな。で、なんか買いたいなってトカゲ調べてる時に、これこのオレンジ色のトカゲを見て、あこれ買おうって思って、これもイベントですね、イベントで探して見つけて買いましたね。これがブラウンハウススネークのアルビノですね。めっちゃ綺麗ですね。そうですね、これも目もね、見てもらったら分かるんですけど、猫目の目をしてるんですよね。可愛くもあり、かっこよくもありみたいな顔も好きで買いましたね。ほんまや、猫目みたい、綺麗、かっこいいですねこれ。これいいですね。いや可愛いこの子は、すごい。まだベビーなんで成長が楽しみですね、うん、これどう発色していくんかな。なんか横の模様とかも変わってきそうですよ ね、 すね、はい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 。これがアマゾンツリーボアですね。この子って幼体から成体になるときって色変わるんですか。あ、なんか結構聞きますね、うん、なんか幼体はの頃には赤かったのに結構今赤いですね。そうですね、真っ赤で成長するとなんか全然違う色になったりとかするみたいなんで、まあ今はこの色でちょっと楽しめてるんで、まあこれも今後の成長で色変わったりしたら面白いかなと思って買いましたね。色付きがまがまがしくていいですね。そうですね、中二病っぽい。幼体の頃もなんか灰色の子もいれば、あこんな感じで赤い子もいたり、ほんまにオレンジ一色みたいな子もいるみたいで、色彩変、野生で色彩変が多彩な子ですね。この子はワイルドですか。いや、これは CB ですね。これがメキシカンレッドランプっていうタランチュラですね。もうお尻が赤くなって綺麗ですね。そうですね、もう今色出てきて、最初買った頃はどのくらい、1円玉よりちっちゃいぐらいで、今年の4月ぐらいに買ったんですけど、タランチュラってめっちゃ早いですよね。そうですね、もう半年でこれぐらいのまで、うん、まあちょっと。ベビーの頃って大体給餌間隔どれぐらいで与えてました？いやもう 2,3 日に1回とか、もうこいつらはもう餌食いがめっちゃ良かったんで、もうなるだけ多くあげてましたね。でこれが、買った時は確かコーンシーレッドドラゴンの名前で買った、ムカデですね。確かこの子ね、学名がサブ、じゃあスコロペンドラ、ディハーニっていう学名で、でベトナムオオムカデとか有名なのだと、あいつらと同種なんですよ。学名は違うけど、見た目全然違うじゃないですか。はいはい、例えば、ね、ユンナンレッドドラゴンとかと、あいつらもディハーニなんで、そこら辺がね、やっぱ基準って難しいですよ ね、 そうすよね。これ全然見た目違うやんっていうのも、学名で調べたらなんか全部統一されて一緒の種類やったりするんで、まあ、そういうのもね、面白かったりするんですけど、そうですね、まあね、皆さんも学名で調べてみたら、ね、面白い知識とかついたりするんで、よかったら調べてみてください。頑張ってください。これがサンビームスネークっていうヘビですね。もうちょっとね、ハンディカムじゃないとこの美しさを表すことができないんで、わかりますか、この光の角度によって美しく輝くヘビ、めっちゃ綺麗ですね。実物はもっと輝いてますよね、うん、生で見たらもう頭部もすげえ綺麗ですね。うわやば、もう多すぎっすねこれ、本当に綺麗。結構なんか飼育はあんまり、まあ状態のいい子が入ってこないっていうのもあるんですけど、餌食べてなかったりする子が多いんで、もし飼おうとしてる方は相当な覚悟を持って、そうですね、気をつけて、で皮膚病とかも持ってるんで、持ってることが多いみたいなんで、僕はもうブリーダーの人が1年ぐらい飼い込んだ皮膚病とかもなってたみたいなんですけど、完治した子をたまたまイベントで見つけられて、もうずっと欲しかったんで即買いでしたね。いや、うなずけますね、もうこの子はすごい綺麗ですね。うわ、真珠をなんか体に塗りたくなった。はい、ということで、飼育生態の紹介が終わったんですけども、何か僕の動画を見ている視聴者の方に向けて伝えておきたいことなどはありますか？
そうですね、爬虫類とかもし飼いたいなとか、結構コメントとか見てたら悩んでる方とかいると思うんですけど、まあ気軽に飼えるんで全然一回飼ってみたりとかしたらいいと思うんですけど、まあ、やっぱその分覚悟とか持って、まあ10年20年生きるようなやつもいますし、まあこんなちっちゃいケースで飼えるのもいれば、もう一部屋あげんような爬虫類とかもいるんで、ちゃんとよく調べたりとかして、そんなしてから爬虫類飼育を楽しんでいただけたらなと思います。ありがとうございます。ということで今回は、僕の友人のカトリアさんの飼育生態の紹介でした。他にもね、僕が飼育している、爬虫類寄虫の動画だったり、昼に僕の血を与えている動画だったり、いろんなね動画出してるので、よかったらそちらの動画を見ていただけると嬉しいです。ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。